こんにちは。合格をかけたこの一問。今日は憲法の表現の自由のところをやっていきたいと思います。今日の問題はですね、こちら。平成18年度の問題の後、レペタ事件に関するものをやっていきたいと思います。それではまず問題文を読み上げます。問題5。次の文章は表現と行為の関係に言及したある最高裁判所判決の一節である。これを読み、 これを読み同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して判例がとっている考え方として誤っているものは次の1から5のうちどれかということで足の5見ていきたいと思います足の5報道機関の報道が正しい内容を持つためには報道のための取材行為も憲法21条の規定の精神に照らし十分尊重に値するから 報道の公共性や取材の自由への配慮から司法記者クラブ所属のえ報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも合理性を欠く措置とは言えない○か,罰か×か正解はになりますこの取材の自由についてなんですけれども 取材の自由とはまず何かというと、マスメディアがです、ね、報道の内容を獲得する自由、それが取材の自由なんですけど、これに関して、判例、こんなふうに言っています。判例、報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材の自由も憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するって判例言ってるんですね。なので、先ほどの足は丸になります。 で、この取材の自由なんですけれども、報道の自由との関係で、しっかりちょっと比較して押さえておいてください。まず、報道の自由っていうのは何かというと、報道の自由っていうのは、マスメディアが事実をね、一般に知らせる自由、それをですね、報道の自由っていうんですけれども、これに関して、判例このように言っています。報道機関の報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するにつき、 重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるので、思想の表明の自由と並んで、事実の報道の自由は表現の自由を規定した、ここが大事な、ね、憲法21条の保障のもとにあるって言ってるんですね。要は、報道の自由は保障のもとにある。ただし、取材の自由に関しては、ここ十分尊重に値するって言ってるんです。 この二つ、しっかりと比較して押さえておいてください。さらにその上でなんですけれども、大事な判例があります。レペタ事件という事件です。これが何かっていうと、アメリカ人弁護士のレペタさんがですね、法廷でメモの採取の許可を申請したんですよね。ところが、それが不許可になった。それが憲法違反なんじゃないかということで争われた事件です。 で、えー、結果なんですけれども、法廷におけるメモの採取は、えー、保証されないってなりました。で、大事なのはこの半紙の下から4行目のところです。判例こんなこと言ってます。メモを取る自由は憲法21条の精神に照らして尊重されるべきであり、公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるという特段の事情のない限り妨げられてはならないって言ってるんですね。 なんで、こちらも尊重という言葉が出てきています。なので、先ほどの報道の自由、取材の自由、法廷での、法廷でおけるメモの採取、この3つ、しっかりと結論を押さえておいてください。まず、報道の自由が、これ、憲法21条の保障のもとにあると。で、取材の自由が、十分尊重される。十分尊重に値すると。 で、法廷におけるメモの採取っていうのは、憲法21条の精神に照らし尊重されるべきだと。こういうふうな結論になっている。この3つの結論、非常に大事になってくるま、ますので、しっかりとね、整理して押さえてもらえればなと思います。えー、今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。